と気になる新商品を、見つけてきたので、パンツドヒーヒー。パンツ一塗り、効果抜群。あらあら、熱そう。俺、体調不良の時、こんなんもらったで。これはパンツ塗ったらあかんの。くるくるちょもちょも。くるちょもちょも。今日はいい日だね。サナちゃん、見てる？くるぶしです。サナちゃん、会いたいよ。どうぞスクリーン。よっしゃ、来たー。会いたい。今年こそサナちゃん探そう。前回ですね、パンツドヒーヒーやりましたね。続けて撮影してるんだけど、今、めっちゃ暑いんですよ。俺、やっと落ち着いてきたぐらい。あ、マジで、うん、もう一生やりたくない。まさか、真冬にさ、チンコに氷当てると思わない。実はですね、うん、同じような商品が。やめましょう。でも、朗報なんですけど、これを使えば、ヒーヒーを無効化できるんじゃないかと。なるほど。はい。二つセットで使って、相殺させるってことですね、はい。そうです。最初から買わなきゃいいんですけど、ね、プラスゼロです。じゃあ、そちらを、早速ご紹介したいと思います。ピヨー。チャーン。んーだい。まさかこれも1000円するの？これもします1000円。2つで2000円。アンカーの充電器が買える。前回の反対の、スースーバージョンですね。もう、スースー刺激が持続する。チンポが消えると書いてあります。ちょっと待って。これで。ちょっと待って。前回は、チンポが燃えるでしたけど。そうですね。もうこれ消える。チンポが凍るならわかるよ。うん。チンポ消えますからね。これやばいよ、本当に。もうね、我々、今日で男を辞めるということで。本格的にですね。ブラジャー買いに行かないと。チョモクルチャンネルのカバーを中心にお送りしていくということで。前回とほとんど、使用方法などは一緒ですね。早速、開けていきたいと思います。それでは、レディオ！パッケージの企画なんかしてみたいんですけど。うん。ヒーヒーよりもスースーの方がしんどそうなんですよ、うん、だいぶとスースーの方がしんどそうですね。あ、やばいな。やばいね。ヒーヒーだいぶきつかった。いや、俺ヒーヒーやばかった。マジで。また同じの出てきました。今回もね、はい、キッチンペーパーに挟んで入れてみたいと思いますね。そうですね。早速塗っていきましょうか。はい。でも来るじゃんね、もうこれでね。うわっ、うわぁ、もうマジな量じゃない。これもね、ちょっとね。うわっ、すっげー。こっちは無臭じゃないな。メンソールの匂いがする。そうね、メンソールね。メンソール、完全にメンソール。うん、こっちなんかちょっと予想つくない。しんどいかな、スースーで。ね、俺ヒーヒーの方がきついと思うけどね。ちょっと入れますか。はい、入れましょう。よろしくお願いします。じゃあね、ちょっとね、前回に引き続き言いますけど、はい、いいカメラで何を撮ったの。はい、つけました。いらっしゃ。顔ら辺に、前回よりちょっと下目につけました。俺はね、まあ、前回同様、玉から顔の裏側に。そこ好きね。はじめー。はい、まぁ、あ、ちょっとね、タイムラグが。そう、タイムラグがあるんで、その間ね、裏をね、読みましょうかね。はい、同じこと書いてるのかな。本製品を少量手に取り、使用する布、衣類にぬるふしてください。全く一緒やね。肌に直接使用しないようにしてください。刺激にタイムラグがあるため、初めて使用する際は必ず濃く少量、米粒程度からお試しください。使用した布、衣類などは洗濯をするなどしてクリームが残らないようにしてください。本製品は人体に無害ですが、刺激があります。刺激に弱い方や肌の弱い方は使用しないでください。使用中や使用後に肌に異常を感じた場合は速やかに医師の診察を受けてください。ゴーッ。いたずらドッキリを今日などに。来てるね。うん。スースー来てるよ。スースー来だしたね。スースー来てんねんけど、俺さっき自分でこうやって押さえてから早起きたんかな、熱いの。ああ、押さえてたんですか。押さえてた。押さえてた。でもね、なんかね、うん、スースー来てはいるんやけど、うん、さっきのヒーヒーが俺まだちょっと残っていて、うん、スースーなのかヒーヒーの
残りのあれなのかちょっと、そう、わかんなくなる、うん、スースーなだけで冷たいわけじゃないもんね、うん、スースーするだけだもんね、チンコ消えんねやろそうだそうだった、第2波みたいなのはまだないっすね、そうだね、グワーッとくる、さっきのヒーヒーの来たみたいなのはないなあれ最高だったなこれあれかな、タイムラグあるんかな、さっきのクルちゃんおヒーヒーぐらいのタイムラグあるんかなさっきだから塗ってからだいぶだったね、そう、3,4 分ぐらいかな、うん、動画切った後に、そうやね、一度追いかけた後にねそう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 、スースーはしてる、確かにスースーはずっとスースーはしてる、うん、でもチンポは消えないなんだろう、全然辛くない、部活帰りにチンコまで西洋そうそういうのかけた時ぐらいな感じ、もうちょっと強くてもいいよね、ちょっと、まだわかんないですけど、うん、ジョークグッズとして、うん、そのドッキリだったり罰ゲームだったりにするなら、うん、ヒーヒーの方がおすすめかなそうね、うん、我々一応ヒーヒーを経験してしまっているので順番逆やったから、でもなんかそのパッケージの大げさ度で言ったら絶対スースー、そうなんだね、だって消えるって言ってんねんもんなチンポが消えるって言ってくるこれでさ、スースーつけてさ、うん、この今、1月の外ランニングとかしたらやばいんだちょっと我々先に炎の中に飛び込んでしまったので火の強さがすごすぎて火傷を治す程度しかまだねそうそう機会があれば外で走りながら、そうね、極寒の中スースー塗ってランニングしてみた動画を、そうだね、一回チャレンジしてみますか、うん、そうですね、はい、ぜひぜひご期待いただければ以上です、ヒーヒーに続き、はい、スースーを試してみた、はい、ありがとうございました、はい、まあ、あのいいんじゃないですか、買ってみてくださいぜひ雑今年もね、いろいろやっていきましょう、はい、はい、リクエストなど、そう面白いのも教えてください、ぜひよろしくお願いいたします、バイバーイ、チンコにメンソレータムいいね、今年冴えてるね君がくれたのは消えない甘い香り、君がくれたのは消えない甘い香り、高評価お願いします登録もお願いします困ってるんです